さっきイスラエルを、ね、建国するのは大英帝国のバックアップがあるという、ね、バルフォア宣言の話がありました。これ先生、ここではイギリス、ドイツ、アメリカ、ソ連合作なんだと、これはちょっと意外に思うんです。イギリスがスタート点バックアップしたのはそうだし、アメリカは今突出してイスラエルをかばう不思議な国になってますよね。だけれどもソ連というとか、まあ、ロシアはイスラエルに対して厳しいところもあるんじゃないかなと思うし、ドイツも負い目があって強いことは言えなかったかもしれないけど、英米に比べればね、ヨーロッパ諸国はドイツも含めて厳しいこと言うんではないかというふうにも思うんですが、でもそうではなく合作なんだよっていうのは。それはドイツはあれですよ、最も貢献した国です。ナチのドイツは、イスラエルという国を作る上で。だって1933年にナチがドイツで政権を握って、そのなんか政権をにの取り方みたいなことも、それは歴史の話じゃなくて、今日本の政治家がそれはやり方うまかったっていう話になっているわけだから。そうさんですね、ナチの真似をってやつですね。まあ今の我々の問題でもありますけどね、ともかく1933年ナチの政権ができたところから、ヨーロッパからパレスチナに帰民じゃないけど、こいつユダヤ人だっていう名簿に載った人たちが、まあ、いわばパレスチナへ、出ていかざるを得ないっていう、そういう格好で移民、植民していくわけですね。シオニズムの運動自体は19世紀から始まってると。だから、要するにドイツのずっと根深い範囲で主義あったと思いますけど、ナチスに先行してますよね。19世紀はね、ロシア帝政、これがパレスチナにロシアやその周辺からユダヤ人を送り込む、そのユダヤ人、行かざるを得ないようにさせるっていうね、そういうことでロシア帝政が送り出しの、推進者だったんです。で、1930年代はから33年以降はことにナチのドイツがね、これがロシアの帝政時代をはるかに上回る。1933年からそのグラフはガーッとパレスチナの移民の数はもう急上昇しますからね。そのグラフを見たらすぐ歴然ですけど、だからそういう人たちが送り込まれたからイスラエルという国はできたんですよ。なるだほからど。プッシュがなかったら、とそこに引きつけようというプル要因があっても、ここに新しい国を作るからね、みんないらっしゃいっつって、はーいっつって集まりはしなかった。いや、それは行きませんよ。だって長いこと先祖代々住んでたところをね、先祖代々住んでたのはどっちかというと、そのヨーロッパの方です畳んで。そうでよすね。ね。それを畳んで、それでもう家族ごと立ち退こうかっていう、移らなきゃいけないと、もうかなりいじめられて、もうそこにいられなくなって出てくわけでしょ。じゃあ、簡単にね、イスラエルは神の約束の地にみんな喜んで集まったんだっていうのは、あれはもうちょっと現実離れした話ってことそなんでれすはナチズムなしには、今のイスラエルという国はありえません。最大の功労者です。ですから1930年代ヨーロッパでのシオニズムの運動はナチと協力してたわけです。協力してたんですか。だってシオニストの人たちは、いろんな格好で鳴り物入りでね、パレスチナに行こうと、約束の地に移ろうって言ったって、そんなホイホイと移らないですよ。シオニストっていうのは評判悪いわけですよ、ユダヤ人社会の中ではね。そうですか。だからやっぱりそれはナチと手を結んで移らせる。セル。